死ぬことを自分のものとしたい、そう思って生きてまいりました。喜びも悲しみもよく生きることを教えてくれました。一日一日確かな手応えを持って暮らせたら。これは日本人の美しき礼節、そして愛を紡ぐ物語。我らは良き夫婦であったと思う。日暮らしの木。残された人生、あなたならどう生きますか。